皆さんこんにちは、ふくふくチャンネルです。今回は紙コップでぴょんぴょんうさぎを作ってみようと思います。こちらは以前作ったイカさんです。かわいい動きしますよね。とても作るの簡単です。一つは目を描いて、もう一つは足を切って描いて、間に以前ゲコゲコガエルでやったあのドロローンの画用紙をつけて、もうそれで出来上がりになります。今回画用紙は分かりやすいように色違いのものを用意しましたが、もう余っている画用紙で大丈夫です。長さも39センチ画用紙の長さですねとしましたが、もし短いようでしたら継ぎ足して使っていただいても構いません。色も見えないので、どんな色にしていただいても構いません。こちらが2センチで、まあ、約39センチと考えて2枚あればもうできてしまいます。それでは紙コップの一つにうさぎの絵を描こうと思います。下書きが描けました。それでは色をつけたいと思います。はい、人参を取ろうとぴょんとしているうさぎちゃんが描けました。もう一つのコップ、こちらは草をイメージした形と色にしようかなと思います。切り込みは5、6センチですね。そしてどのぐらいの幅にするかは草なので、今ちょっと適当にこのぐらいかなと切ってみました。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11個できますね。いいかな。では切っていきたいと思います。印をつけたのでまず切ってから、そしてこちらは切り落とそうと思います。はい、切れました。なんかイカさんの足とほとんど変わらない、ちょっと細くなっただけみたい。ではこれに色を塗って草にしていきたいと思います。塗っているんですが、いいものを見つけました。前回ビー玉落としを作ったんですが、アイスクリームの箱ですね、残り、それをちょっと小さく切って、こういう形で塗るといいですね。これ手も汚れないし、いかがでしょう。いいですね。たまにはいいこともあるんですが、適当に切ったので数を数えられない私、一つ余ってしまいました。トラブル発生です。どうしましょう。一つよいしょ、枯らしてしまいましょう。もう秋ですから、いいですかね。1枚は茶色にして、ごめんなさい、1枚枯れた葉っぱで、こんな形でいいですかね。そうするとこれが乗ってこうなるっていう形ですね。では蛇腹を作っていきましょう。2枚の画用紙、
もできますね。こうやって最初ここ両面テープで留めて交互に折りたたんでいくっていう形ですね。やってみましょう。両面テープを貼ってこういう形ですね。そうしましたら交互に折っていきます。オレンジブルー、オレンジブルー、オレンジブルー、ブルー、オレンジブルー、オレンジブルー。大体30センチぐらいですとこのぐらいのビョロローになるんですね。今回は画用紙の縦約39センチ、これ全部折って使ってしまいましょう。すぐあっという間に折れますね。ちょっと長いのを切ります。そしてこちらですね、両面テープを貼って留めます。そしてこちらにも両面テープを貼って、こちらにも両面テープ貼って、だいぶビョロローンと、こんだけビョロローンとしますので、絵を描いた紙コップの裏にしっかり貼って、そしてもう一つの紙コップを重ねる。こういう形でぴょんぴょんさぎ紙コップで作ってみました。かわいいですね。皆さんもどうぞやってみてください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。グッドもね。